聖書を拝読します。ヨハネの福音書14章15節です。拝読します。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。アーメン。광주만민교会担任の박형렬牧師が清潔に向かって、新しいエルサレムに向かってというメッセージを取り次ぎます。インマヌエル聖歌台の賛美と西オーケストラの演奏ありがとうございました。万民マガジンを制作してくださった GCN 放送ありがとうございました。クリスマスイルミネーションライトアップ式とインドネシア宣教出張のニュースでした。講師イ・ソンチル先生と海外宣教チームに感謝します。マナドとジャカルタで大いに栄光を返してくださり、新学校で特別講義までしました。牧会者の面会など行われました。ご苦労様でした。特にマナドという地域には初めて行きましたが、そこで一番大きい教会の担任牧師が万民教会の選挙チームを見て特別だと感動して、自分の教会でメッセージを伝えるように機会をくださって、その後他の教会にも行ってメッセージも伝えるように道を開いてくださいました。そしてジャカルタまでその知らせが伝えられて、そこにいる牧会者たちがマナドのその素晴らしい牧師先生が認めてくださった万民教会の方々だと聞いて、とても栄光を返したそうです。講談喧嘩です。喧嘩者は長老会です。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、罪から来る報酬は死ですという律法の呪いから私たちをあがなって、誠の平安を与えるように、言葉は人となってこの地上に来られたイエス様の愛と私たちを愛され、私たちの罪のために和解の生贄として一人子イエス様を使わされた神様の限りない愛に感謝します。また清潔の福音と驚くべき神の力によって、私たちがイエス様の愛を悟って体験する幸いな生き方に導かれた同会長先生にも感謝します。長老会は新年にはさらに神の国を拡張し、教会と同会長先生と生徒の皆さんを使える長老になります。今までこの教会を守ってくださった愛する主に感謝して、クリスマスを迎えてクリスマスの喜びと祝福があふれることを願って講談喧嘩をします。愛する全世界の万民の生徒の皆さん、メリークリスマス。神様に栄光を返します。今日は私たちに清潔の福音をくださり、父なる神様の愛がどれほど驚くべきものなのか、またその中で私たち万民が味わっている祝福と恵みはどんなものなのかを一緒に調べてみたいと思います。結婚すればほとんど子供を産みますが、生まれたばかりの一番子を見ている親の心は心が熱くなって、感激して感動するようになります。小さい手に5本の指がついているのか、目と鼻と口は誰に似ていて、肌色はどうなのか、親は赤ちゃんを見ていると夢中になります。そしてとても大なる創造主の神様の見ての技に感嘆します。赤ちゃんはますます可愛くなって、さらに親に似ていきます。性格や癖、好きなもの、歩き方までも似ていきます。そのような赤ちゃんを見ている親の心はどれほど嬉しくて可愛いと思うでしょうか。
ところでその子供はこのような親の心がわかるでしょうか、わからないでしょうか。よくわかりませんね、小さい赤ちゃんですから。いつ頃になるとわかるでしょうか。自分が大きくなって結婚して子供を産んでみれば、ああお母さんも私を産む時こんなに苦労したんだとわかるんですね。そして自分の子供を見て、そして母も見ます。お母さん、お母さんもこんなに私を愛してくれたの。私も子供の時のことを考えてみます。小学生の前の記憶はあまりありませんが、母が私にしてくれたのが何か、確かにたくさんあるはずなのにあまり思い出せないのです。小学生の頃は自分の手でご飯を食べたし、中高校生になってからは親を離れてソウルに来ていたし、自分が子供を産んで育てながら24時間365日、ああ母と父は私を本当に愛してくれたんだと悟るのです。そして父なる神様は世界の始まる前から私を愛してくださんだと、天地万物を私のために私を愛して作ってくださったんだと今になって悟るようになるのです。ところであれほど愛すべき赤ちゃんが突然恐ろしい病気にかかって苦しくなっているなら、親の心はどうでしょうか。想像してみてください。現代の医学でも治せない病気で、全身が腐って手と足が変形して崩れ落ちて、見た目もゾッとするほど醜くなったとしましょう。すると親は死にかけている子どもの苦しみを見ながら、いっそ自分がその苦しみを代わりに受けることで自分の子どもが助かるなら命さえあげたいと思うでしょう。私がこのような例えを挙げた理由は何でしょうか。それは罪を犯した人の子らをご覧になる父なる神様の心もこれと同じであることを説明するためです。今日のメッセージを聞いて父なる神様の心を深く考えてみる、たとえ恵みの時間になりますように。メッセージを伝える内容のあちこちで父なる神様の心はどうなのか、私たちをご覧になっている主イエス様の心はどうなのか考えてみましょう。生徒の皆さん、神様は初めにご自身の形として人を創造し、男と女に彼らを創造され、とても非常に喜ばれました。天の国には多くの軍勢と御使いがいて、この地上にもあらゆる動物と植物がありますが、神の形に似せて作られた存在は人だけです。それで神様は人を万物の霊長として立てて祝福しました。産めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ、すべての生き物を支配せよと権威をくださいました。ところでこのように神様に愛されて祝福された人が神の言葉に聞き従わない罪を犯して死に至るようになります。それで人の主人である霊が死んで神様と交われなくなり、神の形を失い始めたのです。
そのような時、父なる神様の心はどうだったでしょうか。神様に似た清くて美しい形を失って、代わりに敵である悪魔に似て醜くて汚れた姿に堕落してしまったのです。ですから神の子供として味わっていた全ての権威と祝福を失い、あらゆる病気と苦しみ、悲しみと貧しさを経験しながら、獣に過ぎない人の子らになったのをご覧になる神様の心はどうだったでしょうか。結局は地獄の火の中に落ちることを知っておられる神様の心はどれほど悲しくて苦しかったでしょうか。まるで恐ろしい病気によって体が腐って死にかけている子供の姿を見守っている親の心のようで、父なる神様はものすごい悲しみと苦しみを感じられたのです。子供たちがさまよっていた時、それを見守っている親の心、何かを言えば小言を言っているようでぐれていくのかと思って言えないまま、ただ涙で祈って子供を見守っているしかない親の心、父なる神様も人の子らが罪を犯して世を愛して敵である悪魔と共となった時、それをご覧になっている父なる神様の心を考えることができる恵みがあるなら、私たちは変えられるでしょう。イエス様は十字架につけられて死なれるまで従って、自分の苦しみを考えるより父なる神様の心の苦しみを慰めておられました。そしてご自分を処刑する兵士たちの救いのために取りなしの祈りを捧げる深い次元の善と愛を見せてくださいました。十字架の苦しみがあまりにもひどいのに、苦しいのに、その時それをご覧になっている父なる神様の心をどうなのかを考えて、父なる神様に告白しました。父よ、あまり悲しまれませんように、私は耐えられますと。そして十字架の下にいるマグダラのマリアと乙女マリア、弟子たち、兵士たちまで、その人々たちのために取りなしの祈りを捧げる主イエス様の愛、父なる神様と魂を思う愛でした。私たちも見せられたいのですね。私は数ヶ月前、愛する道会長先生にお目にかかる機会がありました。その時道会長先生の姿は主イエス様の姿のようでした。自分のことより父なる神様をまず思い、万民の生徒の皆さんのことを気遣う、そのような姿でした。それで主イエス様の善と愛を感じました。それで私も牧者の心と主の心に似せられようと決心する時間でした。私たちがこの地上で100年くらい生きるとすれば、誠の愛を分かち合える友達が一人だけ得たとしても、成功した人だとも言います。父なる神様は真実な愛を分かち合える対象を得るために、人間工作の6000年間三位一体の神様となられ、そして時になってイエス様を使わせてくださり、私たちの心に
聖霊を使わせてくださって、父なる神様と心を分かち合える誠の子供を得るために、その長い歳月の間工作をしておられます。万民中央教会と全世界の万民の聖徒の皆さんをご覧になって希望を持っておられると思います。私たちが父なる神様が探しておられるその身として出てくることを信じます。三位一体の神様もこの地上で人間工作の摂理を実現しながら、真実の愛を永遠に分かち合える誠の子供を得るために、長い間長い歳月を待ちながら、計り知れない愛を持って人類の歴史を司っておられます。約2000年前にはイエス・キリストを通して全ての人が救われるように、十字架の愛と復活の栄光を表してくださいました。また主を信じる人々には助け主聖霊を賜物としてくださっただけでなく、終わりの時に万民主要教会を建てて、清潔の福音と神の力の技でまた来られる主を迎えるように花嫁の備えをさせてくださっています。このように神様は罪によって自分では救われない人の子らのために、救われることはもちろん、失った神の形が取り戻せる道を開いてくださったのです。今日は聖潔に向かって、新しいエルサレムに向かってというメッセージを伝えたいと思います。このメッセージを聞いて大きい恵みを受けて、まるで遠い旅から帰ってきたように、家に帰ってきたように心が安らぎ、暗くて長いトンネルの中をさまよっていた人が一筋の光を見つけたような感動を受けますように。愛する生徒の皆さん、まず清潔とは何なのか、その意味と重要性について調べてみたいと思います。清潔とは聖で清いことです。具体的には、罪によって堕落した人がイエス・キリストによって救いの恵みを受けて、信仰と聖霊の力によって変えられ、悪のない清い心を持つようになった状態を言います。つまり主に似せられたことで神の形を取り戻したことです。それなら救われた神の子供たちにとって清められることはどんな意味があるでしょうか。清められればいいし、清められなくても構わない、仕方ないということでしょうか。そうではありません。皆さんはすでに答えを知っておられますね。神の子供として召された私たちにとって清潔ということは当然なすべき使命であり、信仰の究極的な目標になります。レビ記 11-45 に、あなた方は聖なるものとなりなさい、私が聖であるからとあり、第一デサロニケ 4-3 にも、神の御心はあなた方が清くなることですとあります。第一デサロニケ 5-23 には、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、シエスキリストの来臨の時責められるところのないように、あなた方の霊魂体が完全に守られますようにとあります。つまり清められることは私たちへの神様の御心です。そして清められることはイエス様がたっと一を注ぎ出して全ての罪をあがなってくださった目的でもあります。ローマ 6-6 に、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っていますとあるように、イエス様のたっと一によって私たちのすべての罪をあがなってくださったのは、それこれ以上罪を犯さないで全く聖なるものとされる道を開いてくださるためです。ヘブル 6-4-6 をご一緒に読みたいと思います。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、
神の素晴らしい御言葉と後にやがってくる世の力を味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。つまり聖霊を受けて神の恵みを体験した人が再び堕落してことさらに罪を犯し続けるなら、十字架の贖いは何の意味がなくなり、そのような人は救われることさえできないということです。第一テサロニケ5の19に、御霊を消してはなりませんとあります。主を信じて聖なる御霊を賜物として受けたとしても、消されることもあるということを悟って、罪と戦って血を流すまで抵抗して捨て、清潔を信仰の究極的な目標にしましょう。それで本当に信仰があり、神様の愛を知っている人なら、自分には毎日が死の連続だと告白した使徒パウロのように、毎日罪を脱ぎ捨てて清められることを目指して、新しいエルサレムに向かっていきたいと思います。愛する生徒の皆さん、それではどのように清められることができるでしょうか。その方法はヨハネ 14-15 にあります。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずですとあります。私たちが主を愛して戒めを守れば、自然に清められるようになるのです。そのためには父なる神様と主の愛を感じて悟らなければなりません。十字架の愛を悟ったほど、神様は愛して隣人を自分自身のように愛するようになります。愛によって律法を全うすることができるのです。私たちは三位一体の神様の愛を御霊に感じて、深く感じて悟ったほど愛せるし聞き従えるから、いつも探り極めていきましょう。第一ヨハネ 5-3 に、神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりませんとあります。誠に神様を愛するなら、戒めを喜んで楽しい心で守っていけるので、決して重荷にはならないのです。私たちが清められるために、時には40日定めて祈ったこともありました。ありましたね。私はありましたけれど、70日定めて祈ったこともありました。100日定めて祈ったことも、生徒の皆さんならたくさんいると思います。私もその時定めて祈りましたが、御霊の9つの実、愛の章、善の4段階、8の幸いなどの御言葉を握って祈りました。そして心で、今回は神様の愛をたっぷり感じたいと思った時がありました。主イエス様の愛をもっと感じて悟りたいと思って清められるために祈った時がありました。その時、律法を全うするために、ただ御言葉を握って清められる時よりは、神様の愛と主の愛が私の心に感じられて望んだら、もっと心にある悪が捨てられるような感じがしました。私たちが初めの愛で扱った時、山や川、そして周りのものを
見てみるとどうだったでしょうか。前とは違う感じでした。すべてが自分のための神様の愛だと感じました。神様が私のためにこんな綺麗な花を作ってくださったんだと思って涙が出て、雲を見てもそうでした。父なる神様の前に忠実に仕えて奉仕することをその時は喜んでしました。憎い人が全て理解できて愛するようになりました。なぜでしょうか。神様の愛と主の愛を感じて悟っていたからです。それで憎しみという悪を捨てることができる力を得たのです。ある長老さんがいろんなことを経験して気を落として自分の使命もやめようとしていました。それで神様の前に定めて祈るようになりましたが、悟ったことがあったそうです。くれている子供がいるとすれば、あなたは自分の子供を諦めるか、私もあなたを諦めることはできない、あなたが自分の子供を諦めないでその子のために祈り恵みを受けるように心遣うように、私もあなたの魂のためにそうしているという神様の心を悟って、その日悔い改めて新しく力を得て、すべてを新しく始めようとしたという証を聞きました。神様の愛は偉大です。このような神様の愛と主の愛が皆さんの心で回復されますように。愛する聖徒の皆さん、愛の父なる神様はさらに多くの人々が完全な信仰の次元に至るように望んでおられ、罪と戦って血を流すまで抵抗して捨てて、悪はどんな悪でも避けて清められることを望んでおられます。それで魂に幸いを得てこの地上でも栄えるように、また天の御国でも太陽のように輝く栄光の座に入るように祝福してくださるのです。愛する全世界の万民の聖徒の皆さん、第2、神様が清められることを望んでおられる理由について調べてみたいと思います。神様はなぜ罪と戦って血を流すまで抵抗して捨てて清められなさいと言われるのでしょうか。その理由は、神様が子供である私たちをとても愛しておられるからです。ついていてください。とても愛しておられるからです。なぜこれが神様の愛なのか、アダムのことから調べてみましょう。本来神様の形として作られたアダムは悪夢が少しもないとても清い存在でした。神様からただ真理と善だけを教えていただいて、罪と悪についてわからなかったのです。罪がない状態で最初の人アダムは全ての万物を支配する権力を味わい、美しいエデンの園で何の乏しいこともなく王のように生きていました。どのような生き方でした？王様のように生きていました。そして霊である神様と交わり、永遠の命の祝福を味わっていました。どころか蛇の誘惑に負けて
罪が入ってくるとものすごい変化が起きるようになりました。罪を犯す前と罪を犯した後がものすごく変わるのです。ローマ6の16を一緒に読みたいと思います。あなた方はこのことを知らないのですか？あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。結局罪を犯したアダムは罪の奴隷として死に至るようになったのです。それでアダムのすべての権力が闇の支配者である敵である悪魔に任せられて、罪を犯したアダムは神の形を失うようになって、罪と悪に染まっていきました。アダムの子孫であるすべての人類も敵である悪魔に支配され、この地上であらゆる苦しみを受けて永遠の死に至るしかなくなりました。アダムの子孫である人類は、つまり世の人たちは今どんなふうに生きていますか？皆さんの中にも過去重い病気で苦しんでいたし、不自由な体になった方々もいたと思います。そして衣食住に困ったり、家庭の不和で悩んだりしたこともあったでしょう。良くない環境や能力が足りなくて社会で落伍して自分を悲観していた方々もいると思います。物質や名誉を得るのに救急として、なぜ生きるべきなのかも知らないまま、ただ一日一日を虚しく生きていた方々もいると思います。もちろん世にいた時の姿ですが、主にあって吐いたとしても肉にとどまるほどこのような姿は相変わらず残っていると思います。大きい病気ではなくても、時には体の具合が悪くなったり、疲れをひどく感じたりします。喧嘩までにはいかなくても、何かのことで誰かと引っかかって心が穏やかでなくなったり、平和を作れないこともあります。それで眠れない時間もあったと思います。そして経済的に豊かでなくて、お金を借りるべき身の上になったり、環境や条件のせいで神の働きや自分が望んでいることを思う存分できなくて諦めてしまうこともあったと思います。このように大きい災いだけでなく、とても些細な苦しみまでも、その元は結局はアダムが罪を犯した後、罪から来るくびきなのです。神様がアダムにくださった健康と豊かさ、平安、安楽さ、快適な暮らし、万物を従えた権力などを敵である悪魔に奪われた結果なのです。それなら最初の人アダムが持っていた霊的な権威を取り戻して、すべての幸せを味わえる道はあるでしょうか、ないでしょうか。あるなら何でしょうか。それは失った神の形を完全に回復することです。つまり清められることが唯一の道になるのです。ですから霊の世界では清められることが力なのです。罪を捨てて清くなるほど、本来神様がアダムにくださった権威を回復して、敵である悪魔を支配して収めることができます。それができるように、父なる神様は万民教会に清潔の福音をくださったのです。敵である悪魔サタンに苦しまれるためではなく、支配して従えて退けるためにです。
この地上でも堂々と神の子供らしく勝利できるように私たちに清めの御言葉をくださったのです。何よりも清められるほど聖霊の御業を表すことができ、肉の限界を超えて霊の世界を突き抜いていつも祝福へ行くことができます。そして清められるほど愛そのものである神様の心に似せられて霊の愛を実践できます。ですから自分の命まで渡せる全く愛を持って善果を通じて忠実であった人は天国でも一番美しくて輝く新しいエルサレムに住むことができます。したがって神様が清められることを望んでおられる理由は私たちへの最高の愛の表現です。清められることは失った霊的な権威と力、すべての祝福を回復することができる唯一の道です。愛する万民の聖徒の皆さん、最後に愛の神様がどのように私たちを清めさせ新しいエルサレムへと万民を導いていかれるのかについて調べてみましょう。車に乗って目的地に向かっていくとき、カーナビがあれば全国のどこでも始めていく道でも道に迷うことなく行けるので、誰が開発したのかよくできたなと思ったりします。皆さんもそう思いますね。このように道を探していくとき、カーナビが必要ですが、霊的な道、新しいエルサレムへ行く道、三転送、二転送、一転送、パラダイスへ行く道、そして地獄の火の池、硫黄の池への道があります。どんな人がそこに入るのか、どんな罪を犯せばそこに入るのか、死に至る罪もあり救われない罪もあるということを聖書66巻を解き明かして私たちに教えてくださいました。あ、これが霊的なカーナビなんだと思いました。これを万民教会に特別にくださったんだと。全国どこにでもカーナビさえあれば人に道を聞く必要もないのですね。目的地を入力して行けばよいのです。万民にこのようなカーナビをくださったのです。父なる神様、感謝します。私たちは神様が言われた通りに従っていけばよいのです。そして神の言葉と祈りとによって清められるからですとあるように、毎日聖殿に集まって聖霊に満たされて火のように祈って、悪はどんな悪でも避けて私たちが清められるようにしてくださるのです。新しいエルサレムの都の中には美しく輝く宝石と黄金で建てられた美しい建築物が繰り広げられています。宝石の家が放つ多様な光と神様の栄光の光、そして澄んで透明で青みを帯びた碧玉と金で作った白から放つ光が調和して、まるで宮全体が生きて動いているように見えます。都の中央には神の御座があり、命の水の川が始まりますが、その周りにはエリア、エノク、アブラハム、モーセ、使徒パウロなど神様に認められた信仰の人々と、主をこの上なく愛したマグダラのマリアと乙女マリアの家が建っています。それぞれ特色があって勇壮で華麗な城です。家ではなく城です。主の城の向かいに一番弟子のペテロをはじめ十二弟子の家がありますが、これも
光り輝く宝石で建てられています。主の城の前にはペテロ、ヨハネ、ヤコボの家があり、その次に他の弟子たちの家があります。そして主の城の中にマグダラのマリアと乙女マリアの家ではなくて住まいがあります。神様の御座の近くにありますが、主の城の中にもとどまるところがあるのです。そしてある城はとても大きいのですが、その周りに多くの家が建てられています。その家の中に私が知っている方の家も建てられることを私は信仰の目で確信しています。その方は、その人は박형렬です。一緒に告白したいと思います。これから誰々の家がその城の周りに建てられると、自分の名前を入れて告白しましょう。その城の周りにある家の主人は私たちの家ですね。愛する生徒の皆さん、私が他の教団で進学校に通っていた時のことです。同級生たちと実会について話をする機会がありました。実会は人は全部守れない、ただ守ろうと努力するだけだ、それでイエス様が十字架につけられて死んでくださったのだという人がいました。私もそのうち一人でした。もしそのように信仰生活をするなら、どうして新しいエルサレムに入れるでしょうか。たまにある人は、神様が守りなさいと言われたなら守らなければならない、実会も守れるから守りなさいと言われたのではないかという人もいました。しかしそう言いながらも、実会だけでなく神の御言葉は必ず守らなければならないし、心に御霊によって耕して清められなければならないという言葉には口をかしげるのを見ました。そして本性の中の根本の悪、根の根にある悪、罪の性質も引き抜いて、失った神の力、神の形を完全に回復しなければと言うなら、なんと言うでしょうか。話が通じない。ヨブ記を書き記すようにしてくださった理由がわからないのです。そのヨブ記の霊的な意味、誰が解き明かすことができるでしょうか。万民教会では数年間ヨブ記のメッセージを金曜徹夜礼拝の時解き明かしてくださいました。マタイ5の27から28に、会員してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を起こしたのですとイエス様が言われました。第一ヨハネ3の15です。ご一緒に読みたいと思います。兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく、誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。心配でしょう。永遠の命を得るために教会に通っているのに、兄弟を憎む者は皆人を殺しです。誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。
とあります。永遠の命を得るためには肉の行いだけでなく肉的なことをもっぱら考えることもやめなければならないのです。ただ心の中で憎んでいることだけなのに人殺しだと言われるのは、人殺しという罪が根本的に憎しみという根から始まるからです。最初は心の中で憎んでいたとしても、その憎しみがだんだん発展すれば行いとなって、相手に悪を行い結局殺すこともあるのです。マタイ5の21から22です。昔の人々に、人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというような者は最高議会に引き渡されます。またバカ者というような者は燃えるゲヘナに投げ込まれますとイエス様が言われました。このような御言葉を軽く思ってはいけません。兄弟憎む心があれば、このようにいろんな悪を行うようになるのです。怒って喧嘩して腹を立てたり、妬んでそねんで裁いて罪に定めて、相手の過ちを人に伝えます。偽りで騙して損害を与えたり、敵になって相手にしないこともあります。このように憎しみによって悪を行うすべてが、結局は霊的に人を殺すことと同じなのです。旧約時代にはまだ聖霊が来られなかったので、自分で自ら心に割礼して清められることは簡単ではありませんでした。しかし新約時代には心に聖霊が来られ、心にある罪の性質まで捨てるように力をくださいます。ですから今日、神の子供たちには行いとして人を殺さないだけでなく、憎しみという罪の根まで心から引き抜くようにと、清められるようにと言われるのです。このように心から罪と悪を引き抜いて愛で完全に満たしていくとき、神様の愛に完全にとどまり、その愛の証拠として現れる御業を思う存分体験できるのです。それで私はマタイ15の14に、彼らは盲人を手引きする盲人です、もし盲人が盲人を手引きするなら二人とも穴に落ち込むのですという御言葉を思います。そして今日、万民にあって清潔の福音で働くように導いてくださった三位一体の神様に感謝と栄光を返します。私が担任している광주만민教会の生徒の皆さんが、私に清潔の福音を伝える만민中央教会の司教会を開拓してくださったことについてよく感謝しています。私は考えてみました。もし道会所先生に出会わなかったなら、そして万民教会に来ないで清潔の福音を聞かなかったなら、主の皆を呼ぶ人は救われる、主を信じれば救われます。と伝えたでしょう。しかし主を主よという人が皆天の御国に入るのではなく、神の御心を行う人が入るという御言葉もありますが、このように連れ合いがありますが、心に信じて義にいたり、口で告白して救われるという御言葉もありますね。救われない罪もあるし、死に至る罪もあります。御霊、聖霊を冒涜して怪我し逆らう罪もあります。このように御言葉の連れ合いを合わせて伝えて、悪はどんな悪でも避けて清められて、神の形を完全に回復して、神の完全な誠の子供になり、神様と真実な愛を分かち合う子供
終えるために世界の始まる前から神様が人間工作をご計画されたという清潔の福音を知って信仰生活することとそれを知らないことは大きいのです。大きい違いがあります。もし私が知らないまま関節で勃開をしたしていたなら生徒の皆さんがどうなったんだろうと思います。それで本当に感謝しています。そして生徒の皆さんも感謝しています。生徒の皆さんがこの清潔の福音の価値を認めておられるからです。それで私にそのように感謝しますと言ってくださる方は、あ、本当にこの福音の価値を知っておられるんだと思っていました。皆さんは本当に幸いな方々です。清潔の福音を伝える万民のカーナビには最終目的地を新しいエルサレムに確かに入力しておきました。ですからどんな状況に置かれても目的地に到着するまではシートベルトを外さないで、ただアーメンで聞き従っていけば安全に新しいエルサレムまで行けるのです。万民の生徒の皆さんはただ説教を通して清められなさいと教えていただいたのではありません。生きておられる神様の力ある技を目で見ました。あ、実際に罪を捨てることができるんだ、そしてどうすれば罪が捨てられるのかを肌で体験しています。そして罪を捨てるほどどんな祝福を受けるのか、いつも証を聞いていて望みが持てるから、清められるために行く道は嬉しい、幸せ。歌があまり上手ではないんですけれども、金フルリュン執事さん、とても素晴らしいです。使命が違いますね。で、私はメッセージ伝える人で、その方はこのように賛美する方ですが、とても羨ましいと思います。このように私たちは嬉しい、幸せと賛美しながら信仰生活をしています。このように清められるために走っている万民の生徒の皆さんは、主を信じる前と比べてみればものすごく変えられている自分を見るでしょう。喧嘩していた家庭に平和が望んで、この前ある家庭を訪問しました。そして一緒に食事をして話をしましたが、ある監視さんが、ご主人が今回長老になりますが、先生、万民教会に出会わなかったならもう二人は離婚していたでしょうと言いました。万民教会に来て清潔の福音を聞いて互いに理解して許して愛するようになりましたね、夫婦が。そのような話をしていたら、隣にいたある監視さんも自分も同じだと言いました。そしてその隣にいた家内が私をじっと見つめるのです。先生も万民教会に出会わなかったなら、この清潔の福音を聞いていなかったなら、一緒に暮らせなかったかもしれないと口には出さなかったのですが、そのようなまなざしでした。今はもう一度結婚するとしても、私は私の家内と一緒になりたいと思います。家内もそう告白します。それでその食事をしていた皆さんが幸せ
僧にそのように告白していました。重い病気で病院と薬に依存していた人々が神の力によって癒されて健康になりました。何よりも心に喜びと天国への希望が溢れているので、世で心配していた姿とは違うのですね。また罪を捨てて悪はどんな悪でも避けるために努めて真理通りに行っていけば、神様が魂に幸いを得るように、健康であるように祝福してくださいます。家庭と職場など皆さんがいるところはどこででも闇は退いて光を放つようになります。このように数多くの生徒が天国への希望があふれて、さまざまな情欲と欲望を十字架にかけて神様だけ追い見て走っている秘訣は何でしょうか。それは聖書の御言葉通りに聞き従って信仰で行う道会女先生と初代教会の生徒のような万民の生徒の皆さんを神様が喜ばれて聖霊の満たしと恵みを加えてくださるからです。愛する生徒の皆さん、愛の神様は聖書66巻で約束された祝福の道へ私たちを導くために、心を変えさせる清潔の福音をくださり、目で見て体験できるように神の力の技を行っておられます。ですから一生懸命主を見習って清められて新しいエルサレムに向かって走りましょう。主がまた来られるその日まで決して立ち止まることはないようにお願いします。広い海で航海している船はその位置と進んでいく方向をどうしてわかるでしょうか。昔は羅針盤が必要でした。最近は自分の今の位置と進んでいく方向を教えてくれる航法装置があります。飛行機や船は自動航法装置によって運航します。これは操縦士が運転しなくても自動で動くようにする装置です。例えば離陸するとき、パイロットがデータを入力して方位、姿勢、飛行高度などを維持していて、高度が安定圏に入るとオートパイロットモードに合わせておいて着陸するまで速度と高度を操作しなくても良いのです。私たち万民号は父なる神様の人間工作の摂理に従って世界の始まる前から清潔に向かって新しいエルサレムに向かってという目的地が霊的な自動航法装置によって設定されていると私は信じます。万民の生徒の皆さんが信仰生活の最終目的地に向かっていく間、心の割礼をして清められて、善果を通じて忠実であって神の誠の子供として変えられるように、三位一体の神様が導いておられます。ですから人間工作の摂理の中で嵐が吹き荒れて万民号が突然大きく揺れることがあっても、船がひっくり返りそうだと途中で飛び降りることは絶対あってはいけません。風と波を鎮める神の力を信じて、創造主の神様に栄光を返しながら神様に喜ばれますように。私は今年2月、私の湖南地方の司教会の生徒の皆さんと一緒に道会女先生との面会ができました。その時道会女先生はこう言われました。万民号に乗って向かっているのに暴風が吹きまくっています。それで敵である悪魔が教会を倒そうとしていますが、万民号から離脱してはいけません。そこに残っていってこそ新しいエルサレムまで行けますと言われたのです。愛する生徒の皆さん、結論です。例えば皆さんの娘さんが5カ国が自由自在に話せるほど知的な人で、優れた美人で完璧な娘で、またミスコリアにまで選ばれて、みんなに羨ましく思われる人だとしましょう。ところが
病院で健康検診を受けたら、がんにかかっていて、あと数年しか生きられないと言われたならどうでしょうか。いくら知識と美貌が優れていても、それが何の役に立つでしょうか。娘のがんが治りさえすれば、これからの人生は素晴らしい人生になるでしょう。親なら心配だけしているのではなく、信仰によって癒されようとするでしょう。信仰のない人なら早く手術をして、どんな薬でも使って治療しようとするでしょう。娘をとても愛するから、健康に幸せになってほしいし、治療過程が苦しくてもがんを取ろうと娘に哀願するでしょう。父なる神様も、すべての子供たちが救われるだけでなく、がんの塊のような罪と悪を捨てて速やかに清められることを切に望んでおられます。心の中にある罪の性質はいつか行いとして発展して、時には死に至る罪にまで犯して救われない場合もあるからです。ところで、万民には終わりの時、神の様の摂理のうちに罪と悪を早期に発見して速やかに救められるように、霊的な最先端の医療機器を備えるようにしてくださいました。明るい光を照らすと、溜まっている埃がはっきり見えるように、清潔の福音が顕微鏡のように私たちの心の中の隅々を照らしています。それで本性の中にある微細な根本の悪まで見つけることができます。このような命の御言葉と火のような祈り、神の力の技を通して、全生徒が清潔に向かって、新しいエルサレムに向かって力強く走れるように、神様が万民教会を導いておられますので、どれほど幸いな教会でしょうか。愛する生徒の皆さん、メリークリスマス。主のお生まれをお祝い申し上げます。ローマ5の8に、しかし私たちがまた罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますとあります。約2000年前に、私たちを救うために天の御座を捨てて人となって来られ、十字架につけられて死なれるまで真実の愛を見せてくださったイエス様の愛、永遠に愛を分かち合える誠の子供を得るために、一人子までも渡してくださった父なる神様の愛を心に深く悟って、全生徒がどうすればもっと清められて、善果を通じて忠実であって、新しいエルサレムの主人公になれるかと探り極める、祝福のクリスマスになりますように。それで王の王である、主の主である主が私たちを迎えにまた来られる、その日には何の責められるどころかない美しい姿として、花婿なるイエス様の懐に抱かれて、永遠に新しいエルサレムにとどまる栄光の主人公になりますよ、主の御名によってお祈りします。メッセージを覚えて祈りましょう。父なる神様、恵みと愛に感謝いたします。今日は清潔に向かって、新しいエルサレムに向かってというメッセージを伝えて、清められることの意味と重要性について調べてみました。そして私たちが清められることを望んでおられる神様の愛と、私たちがどのようにすれば清められるのか、新しいエルサレムへ導いてくださることについて調べてみました。私たちが新しいエルサレムに入るように清めさせてくださって感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された東海町先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ、全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安住してください。 CCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子供たちの上にも、
時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで、五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織、細胞など、具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔・サタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め、不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなど、あらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と、すべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、心血など痛みは皆消え去れ、転換、遅延症、うち病、躁うち病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も溶けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく見えるように、聞こえるようにしてくださいますように。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。自己の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔・サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め、父なる神様、主を読み求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。精霊の炎の壁で、天の軍勢、御使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこのように奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも、神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えられた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。